釣れるじゃん。皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜名湖で釣りを楽しんできました。今ですね、つけてるオキアミの餌なんですけども、つけ方をちょっとですね、エビ反りにした形で、足を広げるような形でセットして釣るようにしています。リアルタイムですね、釣れましたので、そのまま釣れるまで放置しようと思います。ちょうどですね、もう夕間詰めになるかならないか程度ぐらいの時間帯でしたので、もうしばらくするともう暗くなってくるっていう時間帯で、まあ、このような形でですね、一投するたびにですね、1分ぐらいですかね、1分から1分半ぐらいのペースでですね、1匹ずつ釣れているような状態です。たまにですね、少し大きめのクロダイもですね、釣れたりしますので、ハリスをですね 1.5 号、フロロカーボンの 1.5 号か、もしくはナイロンの 1.5 号ないし2号ですね。まあ、フロロカーボンはですね、同じ号数ですと、まあポンドですね、その強さですと、もうちょっとナイロンより太めになってしまうっていう傾向がありますので、まあ、あまりこう2号とかですね、2.5号とかっていう、そういうちょっと太めの糸っていうのはね、あまり使わないですね。縦の釣りオンリーでしたらフロロカーボンでもいいんですけど、まあ、ゆらゆらと自然な形でこう、深瀬釣りをしたいので、まあ、なるべく柔らかめのしなやかな糸の方が、まあ、特性としてはですね、向いてるかなっていうことで、まあ、ナイロンをですね、まあ、使うようにしてます。ただし 1.5 号のナイロンですと、まあ、下手すると、まあ、ちょっと切られる可能性がありますので、まあ、その辺ですね、ちょっと気をつけながら、あまり根がかりしないように、まあ、大きいのを買った時には、切られる可能性がありますんで、まあ、それをもう踏まえてですね、まあ、2.0 ですね、2号のナイロンとかを使うように、まあ、その時々でですね、使い分けてます。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。